Bonjour et bienvenue dans Toku Toku, l'émission où on prend ses pieds pour aller voir des trucs avec des gens. Aujourd'hui, Fukuma Yuka, du projet Tokiwaso, nous emmène dans le quartier de Shibamata visiter une colocation pour jeunes mangaka, puis sur les berges de la rivière Edogawa. Minasan, konnichiwa. Tokiwaso Project 運営事務局の Fukuma Yuka です。Tokiwaso Project は本気でプロ漫画家を目指す方のためのシェアハウスを運営しています。今日は私たちが運営するトキワ荘の一つ柴又荘へ皆さんをご案内します。そこに住む住人の好きな場所も合わせてご案内したいと思います。では行ってみましょう。こんにちは。お邪魔します。はい、今日ご紹介する柴又荘には、5人の入居者が、入れるような家になっているんですけれども、そのうちのお二人、北さんと三上さんに来ていただきました。トキワ荘プロジェクトはプロ漫画家を目指す方のための、シェアハウスです。トキワ荘というのは、そもそもは、椎名町にあるアパートの名前なんですけれども、手塚治虫先生をはじめとした著名な漫画家たちを生み出した伝説のアパートと言われています。でそこから、なぞらえてトキワ荘プロジェクトという、新人漫画家向けのシェアハウスを始めました。それが今からおよそ10年前、一軒家から始まったんですけれども、今では東京都内に19軒、千葉埼玉合わせて関東で22軒、それから京都でも始まって、今全体で27軒の物件を運営しています。一つの物件に 4,5 人ぐらいが、共同生活をしていて、皆さん切磋琢磨しながら漫画を描いています。日本全国から、集まってくるんですけれども、その他にも実は海外からの、入居者もいまして、これまでにアメリカ、韓国、ドイツから、入居してきたという方もいらっしゃいます。トキワ荘全体でののみなどあるんですけど、そこで先生が来てくれて、事務局の方やその先生の方に意見を聞いたりするので、それは本当に勉強になりますね。やっぱりいい機会なので、そういう交流会だったり、講習会だったり、そういうイベントには極力参加するようにしています。やっぱり思い描いたよりも、ずっと楽しいですね。気の合う仲間たちと、漫画の話をしたり、飲み会をしたり、遊びに行ったりできるので、やっぱりそういう仲間ができたのは良かったですね。そうですね、やっぱり漫画好きが集まっているので、結局集まって作風の違うみんなで話し合ったりするのが本当に勉強になるし、それが楽しいですね。好きな場所に連れてきていただきました。ここはどこですか？こちらは江戸川でございます。江戸川はですね、東京都の東の方を流れる川でして、大きな河川敷となっておりまして、子どもたちが野球をしたり、おっさんが走ったり、みんなが、自然を満喫して過ごしている場所です。都会の喧騒に疲れた時とか、ふとこう頭を空っぽにしたい時とかにぼーっとするために来ます。
自分がこの場を描くとしたら家族のワンシーンですね、キャッチボールしたりピクニックしたりという時にこういう場を使ったりします。そうですね、高校生なんかがこう帰り道に友達と寄って遊んだりする時にちょうど使う感じですね。私は今日初めて2人に連れてきてもらったんですけれども、すごく風が気持ちがいいので、その風がちょっと印象に残るようなシーンが漫画で表現されるといい場所なんじゃないかなと思います。今日皆さんに紹介したい日本語は締め切りです。締め切りとは期限のことです。漫画家にとっては、この日までに原稿を仕上げるという日にちのことになります。これを破ってしまうとその後の工程が間に合わなくなってしまうので、本に載らなくなってしまいます。なので締め切りはとても大事なものになります。締め切りの中で、どれだけいい作品を書くかというのは本当に難しくて辛い課題になるんですけど、これも一つの漫画を描く上での醍醐味だと思います。漫画だけではなくて締め切りを設けることで、いつか夢を叶えるのではなくて、いつまでに夢を叶えるのかということを、設定できるようになります。トキワ荘プロジェクトは、入居期間を設けることで、あなたに必要なのは締め切りですと言って、皆さんが漫画家になれるように、フォローをしています。漫画家を目指す皆さん、トキワ荘プロジェクトのウェブサイトをぜひチェックしてみてください。僕らもプロを目指して頑張っていきたいと思います。それではバイバイ。バイバイ。